最高ですね。ウクレレの響きにめっちゃ合うと思います。皆さん思いっきり歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナル練習用ショートカットアレンジバージョンで、演奏させていただきました。フルコーラスで私やってみたいよという方、コード進行一緒ですので書き足して2番の歌詞とかこう書いてね、オリジナルの楽譜を書き出すのをおすすめします。フルでやりたい方ぜひ挑戦してみてください。で、今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube と一緒に YouTube でね、僕と一緒にこうセッションできたよという方、おめでとうございます。どんどん YouTube に合わせて練習してください。そしてそれができるようになったら次のステップがあります。次のステップは何かというと、皆さんお一人でやるってことですね。 YouTube と合わせるんじゃなくて一人だけで演奏してみる、これぜひやってください。その時にね、やっぱ最初のうちは楽譜が必要でしょうからね、楽譜いずれは覚えちゃって楽譜も見ない方がいいと思うんですけど、まずは楽譜見ながら練習するのがいいと思うんですけど、じゃあその楽譜ってどうするんですかってことなんですけど、ですね、いつもガズはですね、このノート自分で書いて、これを見ながら今も演奏したんですけど、画面に今からこれ映してこんな感じで書くのはどうですかということでシェアさせてもらってるんですけど、ただいまこの
サービス始まってます。ガスクラブです。このガスクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の春よ、恋を含む、ガスが今までこう、書き溜めて、もう、ものすごい膨大なストックがあるんですよね、ノート楽譜。その中から毎月5曲、皆さんのやってみたいな、面白そうだなという曲をダウンロードしていただいて、すぐにね、練習開始ができるぞというね、画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね、1000人オーバーでも、かなり盛り上がっております。そしてね、このガスクラブは、楽譜のダウンロード以外にも、いっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、ドンガズレレ大学、こっちはですね、もうちょっとこう深掘りしていろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、 YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。でこれはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろうで、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。2021年改訂版の春よ来い。ま、ストーヤユミさん、ユーミンさんのこの名曲中の名曲見てみましょう。まずはイントロから始まります。でね、ここをちょっと見てもらうと、イントロフレーズって下にくるっと囲ってあるんですけど、これはですね、あの印象的なフレーズ、かっこいい版、後半やるかっこいいバージョンでここ、フレーズ自分で弾いていきます。これかっこいいんですよね。はい。そしてこうやって歌が始まっていくわけなんですけど、こうやってパッと映していくんで、ちょっと一時停止してメモっていただくか、動画内のテロップを一時停止していただくか、先ほど紹介したガズクラブでこの楽譜をそのものをね、ダウンロードしていただくのもいいと思いますけど、とにかくね、楽譜用意していきましょう。で、このガズのノートの特徴は、下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョン、今のやったよ簡単バージョンは上の段をやったということなんで、ちょっとね、コード編、この辺変わってきますからね、よく見比べておいてください。はい、さっと写していきます。一時停止で書いていってください。はい、次ここ、ほい、こんな感じですね。はい、ここなんか書いてあるね、これね、これフレーズを入れていきます、後半のかっこいいバージョンで。はい、これも後で解説していきますよ。で、ここがブリッジパートというか、ちょっとおとなしくなるところのところに、ここがショートカットになってますね。ここに本来は2番が入るということなんですけれども、はい、ここがこうちょっとおとなしくなって、シンプル簡単バージョンでここ伸ばして弾いたということですね。で、かっこいいバージョンでここはね、アルペジオになってますね。アルペジオで弾いていこうということです。はい、そしてここだといって、またここ見てください。ここまで来たら、このブリッジパートの一番最後に来たら、もう一回サビに戻りますよと。サビここですね。はい。ここ戻って、ここまでサビ戻ったら、今度はラストに飛びます。はい。はい。ここのラスト。はい。ここをやって、シンプル簡単バージョン終わったということなんですが、後半のかっこいいバージョンでは、ここの最後のエンディングとして、イントロと同じフレーズをちょっと加えてみました。これは本来はね、松任谷由実さんのバージョンはね、フェードアウトでどんどん音ちっちゃくなって聞いていくパターンだったんですけど、まあ、あえてガズレレオリジナルアレンジで、イントロのフレーズを最後のエンディングに持ってきましたよ、ということでございます。はい、じゃあ出てくるコードを解説しましょう。ちょっとね、赤く囲ってるやつは後半出てくるかっこいいバージョンのコードなんで、今やったシンプル簡単バージョン、ちょっとここ見といてくださいね。この6個で今できちゃったんですよ。すごくないですかね。はい。読んでいきます。C と Am と F と G7 と E7 と Em7。この6個で今のシンプル簡単バージョンできました。で、後半はですね、ちょっとこのコード足されるんですよね。Dm と C7。これもね、実は入門コードのグループなんですよ。ちょっと今日場所がなくなっちゃって、このね、コードダイアグラムは表記してないんですけど、今映ってるね、8個のコードが。この8個のコードはね、ガズレレではおなじみの超入門コードなので、まずこれも一緒にちょっと紹介させてください。この2つは、かっこいいバージョンでしか出てこないんですけど、一応今、同じこれ、入門コードのグループなんで紹介します。その、入門コードのグループっていうのはこれです。ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画撮ってます。ここにリンク貼っておきましょう。ガズレレ必須コードのことは、ここの動画見たらもう、スイスイ覚えられちゃう。覚えていきましょう。今日その中10個のうち8個ですから、覚えましょう。はい。じゃあ、こっからかっこいいバージョンに入っていく。その前に、いつもこのタイミングでガズが伝えたいのはですね、まず今のシンプル簡単バージョンでゆっくり歌をマスターしてください。この曲、もうズバリ言いますけど、歌めちゃくちゃ難しいです。特に最初の、あわき光立つにわか雨、この音程の差ですよ。このね、絶妙なこの音程をしっかり歌うのはですね、もうウクレレ、まずね、一回の4つ弾きでいいんで、まずこの、ここね、あわき光立つにわか雨、このしっかり
かり音程とタイミングを測って、歌の練習結構これはした方がいいと思いますね。で、後半はここにリズムが入ってくるんでまたかっこよくなるんですけど、ほんとまずは4つ弾きで十分歌をねマスターしてからの方がよりかっこいいバージョン輝くと思いますので、しっかりマスターしていってください。じゃあここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはさっきも言ったようにコードがちょっと追加されます。さっきみたいに Dm と C7 は、さっきご案内したということにしてもらって、じゃあまずこれ E7 sus4、 これはね、E7 という入門コードを押さえてみます。まず E7 はまずこことここ、ここね、これをガズレレ必須コードのグループの入門コード、人差し指見てください。ここ E7 sus4、 ここ E7、 これ行ったり来たりするんですよ。はい、やってみましょう。E7 sus4 から E7、 いいですね、これこれ。はい、これ使ってみましょう。はい、もう一個はね、これどうも、これ B メロで出てくるんですけど、これ響きがいい F メジャー7ですね。たまに出てくる。3弦と4弦の5フレットなんですよね。こうやって押さえるのをおすすめしております。はい、人差し指ちょっと浮かしとく。いいですね。ちなみにこの曲だと B メロはね、 F メジャー7の次 G7 なんですよ。すると F メジャーから G7 ってこう飛ぶじゃないですか。ここの距離がね、皆さんが押さえてみたら分かるけど結構あるんですよね。で、この人差し指をF メジャー7で使わない方がちょっとアドバンテージあるんですよ、戻るときに。ほら、こういう G7 に戻りやすい、こういうのがあるんで、まあ今から覚える方はこの押さえ方の方がおすすめしていますけれども、別にこれでもいいですよ、パッといけばね。はい、 F メジャー7使ってちょっとね、このメランコリックな響き、B メロで使っていきます。はい、そしたら弾き方、奏法の解説に入っていこうと思うんですけど、今日は結構いろんなリズムがミックスされてます。はい、ドン、アルペジオ、ガズペジオ、16ビートのチャ、この辺のリズムをこう織り交ぜていこうと思います。このアルペジオとガズペジオっていうのはすごく似てるんですけど、ちょっとでこれ使い方をちょっと表現で変えてますんで、ぜひともこれね見てもらいたいんですけど、今度ひとまずこの4つの弾き方、ここにリンク貼っています。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にですね、この今映ってるこの4つのリズムのですね、濃厚解説動画が、それぞれの濃厚解説動画がアップロードされております。自分がちょっとねまだこれできないなというやつは、そこからね探してもらって動画でちょっとねリズムの練習してもらいたいんですけど、どんな風かちょっと解説していくと、まあ、イントロはねこの後しっかり解説してフレーズで入るんですけど、まず A メロがガズペジオを使います。 A メロガズペジオ、 B メロが16ビートのチャがないやつ、つまり16ビートだけですね。はい、でサビが16ビートのチャ、こんな感じで行くんですけど、途中戻ってきて、まあ一応ここでブリッジパートというちょっとおとなしめになるサビのメロディーのところでは、今度これアルペジオを使いたいんですよね。ガズペジオとアルペジオってちょっとやっぱ差があって、ガズペジオの方がちょっと迫力あります。アルペジオの方がちょっと細いこう糸を紡ぐようなイメージですね。はい、やってまた戻ってきたら16ビートのチャということで、このね 4つのリズムをこううまくこうねこう織り交ぜながら、かっこいいバージョン仕上げていきたいと思います。16ビートのチャというリズムがやっぱりこの中で一番難しいかなというふうに思うんですけど、まずはですね、その濃厚解説レッスン動画の中でも言ってますけど、こうストロークっていうんですけどね、この基本は8ビートっていうリズムから始まるんですよ。なんでまず8ビートからだん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 ステップアップする感じで、ちょっとね気長にリズムってね、なかなかね今日明日はできたみたいな感じではないんでね、時間かけて取り組んできてよって思うんですけど、この曲はですね、その16ビートのチャがですね、これ元気いっぱいみたいなファンキーっていう感じじゃなくて、こうゆったりどっしりしたタイプの16ビートのチャなんで、こう渋めですよね。この辺もこうリズムのイメージをね結構変えながらやった方が早道かもしれないですけど、ちょっとじっくり16ビートのジャムを取り組んでいただければと思います。で、先ほどのシンプル簡単バージョンとはコード進行も結構違くって、あとワンブロックにコードが4つ入ってくるところとかも、まあ、不意に出てくるんでですね、よくテロップを確認してデモ演奏を見て、ご理解していただきたいんですけれど、今日ちょっと言いたいやっぱね、イントロのメロディーをちょっとやりたいと思います。イントロのメロディーどんな感じか、ちょっと今弾いてみますね。いきます、せーの。はい、めちゃかっこいいでしょ。これ弾きましょう。今のこれアルペジオなんですけど、ちょっと16ビットっぽいのかな。トンタトンタン、はい、これはですね、一応これタブ譜を出しておきます。タブ譜、この見方わかんない方、概要欄にタブ譜の読み方を貼っておくんですけど、ちょっとね、簡易的な書き方なんですけど、まずここ最初 F を押さえてみてください。 F を押さえて伸ばすんですよ、全部弾きますよね。そしたら次、1弦の0、2弦の3、もう一回1弦の0です、
最初からいきます。わかった？ F030 ですね。はい、次同じように G7、 次 G7 なんですけど、 G7 の1弦は弾かないでください。わかる？はい、1弦は弾かない G7 ってことは、押さえる場所こことここになるよね。こことここ2つで、ここを伸ばしといて、はい、今2番目のブロックですね。今矢印書いてます。で、また同じ1弦の0、2弦の3、1弦の0、もう一回ね。はい、大体分かったでしょ。こういうパターンでいきます。次は、はい、3つ目の Am ですね。Am を押さえてもらって、コードまた全部弾きます。また同じ1弦の0、2弦の3、1弦の0、はい、これで次のブロックがちょっとね、メロディーが入るんですけど、次 Am 押さえたまんま1弦の3フレット小指で押さえます。はい、1弦の3、2、0、その次余裕があったら2弦の0まで。はい、ここがちょっとガズレレオリジナルのメロディーなんですけど、本当はもっとね素早いメロディーがサラ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 入ってるんですけど、ちょっとウクレレ練習用でこのシンプルなメロディーにしたんだけど、ちょっとゆっくりやってみます。最初から F からです。せーの、F から1弦の0、2弦の3、0、2弦、あ、次は G7 の1弦押さえないやつを弾きます。その次また1弦の0、2弦の3、1弦の0、はい。その次 Am で、ダダンダン。その次は Am を押さえたまま1弦の3フレットにフレット0フレット。次、2弦の0フレットまでいけたら、って感じですね。ちょっと最初からやってみます。せーの。2回目はただの Am で伸ばすみたいな感じですね。ちょっともう一回めっちゃゆっくりやってみようか。 1,2,3,4。 はい、これでご飯食べられますよ皆さん。これでもうお花見できます。はい、このフレーズ何回も何回もやって掴んでください。このタブーをよく見てね、理解していただくのがいいかなと思います。ファイト。そしてですね、今のちょっとメロディーと通ずるものが、あのサビでですね、あの原曲を聴くとサビの間ずっとこれがどっかで流れてるんですけど、それをねやっぱ弾きながら歌うのちょっと大難しいよねっていうことで、ちょっとニュアンスを残したメロディーを思いつきました。ちょっとやってみます。はるよ、遠きはるよ、まぶた閉じれば外に。わかった？今のちょっとこの Am の時にメロディーが入る。もう一回、どんどこちゃかったか、どんどこちゃかったか、 Am から1弦320、これを入れてみましょう。で、320の時にチャをね、なんか何気に入れる。せーあるよ、時あるよ、つたつた、だんだん、ちゃかつたと、閉じれば、そこにいんだか、つたつ、ちゃんちゃん、たかつか。はい、チャもちょっと入れちゃう。Am 押さえたまんま、1弦の320ですね。これをですね、メロディーがこうサビに絡むようなイメージで、奏でていく。これがかっこいいんじゃないかなというふうに思います。これも入るところと入ったら入んないところがあったりなんかするんで、テロップを一応確認していただいて、全部入れてもいいし、入ったり入んなかったりっていうのもかっこいいかなと思ったんですけど、ちょっとガズレレのね、僕のなんか感覚で入れたり入れなかったりみたいなのをちょっと表記しとくんで、ぜひこれもトライしていただければと思います。はい、そういうわけで、テロップのところに、例えば伸ばすとか、そのリズムのこととか、こういろいろ表記がありますんで、それをね、見合わせながらデモ演奏でちょっと確認していただきたいんですけど、まあそういうちょっとテクニカルなことあったとしてもですね、やっぱりこの曲はやっぱり本当に願わくばですね、本当桜吹雪がこうバーッとこう舞う下で一人っきりでこのなんていうのかな、歌いたいぐらいのそのなんかこう日本人のこう魂をこう熱くさせる、なんかそんなねムードがあるんで、もう本当心持ちたっぷりで歌っていきましょう。それではやってみましょう。松任谷由実さんの春よ来い、ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4。あわき光
かっこいいバージョンやってみました。やっぱり今の時期これを全身全霊を込めてねこう歌う、なんかこう日本のね四季のある中でやっぱりこの刹那ですよね、それを感じさせる。もう桜吹雪がこうまだ咲いてないけど舞うイメージがね本当こう頭によぎる。皆さんモリモリ歌ってください。2023年ガゼレレ生誕10周年ということで東京名古屋大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、あどうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてねガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますね。ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもねガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではねバイバイ。